はい。皆さん、こんにちは。はずきこえです。はずきこえのすひチャンネルということで、今日もよろしくお願いします。えー、あっという間に7月も後半に入りましてですね、えー、もう夏休みに入っている方も、お,あお子さんがね、えー、あご自身もそうかもしれませんけど、夏休みに入っている方もおられるんじゃないかなというふうに思います。えー、すひで見る7月はですね、5変化の月ということで、 まあ、ここがですね、2023年、今年のまあ、ちょっと大きなターニングポイントだったんですよね。まあ、だったっていうか、まだ終わってないんですけども。えー、まあ、日本を見るとですね、まあ、雨の被害はひどかったですね。まあ、あの、かなりな広範囲にね、まあ、あの、九州もそうですし、 ね、あの、東北の方も本当に、えー、ひどい被害が出てるみたいですけども、えー、皆さんのお住まいのところはどうでしょう大丈夫でしょうかね、えー、被害に遭われた方のね、えー、お見舞い、心よりお見舞いを申し上げます。えー、まあ、この、ね、雨の降り方っていうのは、こう、もう年々激しくなってて、もう本当に、なんだろう、うん、まあ、これ異常気象という言葉で片付けても本当にいいんだろうかというような感じですよね。 で、まあ、大きくこう、時代が変わるというかですね、まあ、仕組みが変わっていくっていうような、まあ、そういうこう、タイミングなんですけども、まあ、この自然災害というのもですね、えー、まあ、私たちの人生というか、 考え方っていうかね、生き方を大きく変えていくきっかけになることは間違いないですね。あの、まあ、僕自身もですね、やはり思い返せばあ、1995年の、もう今から28年も前になるんですけども、阪神アジア大震災を経験したことによってですね、まあ、こういう目に見えない世界っていうんですかね、いわゆるそのスピリチュアルな世界に、ま、あ足を踏み入れて、 もう気がつけば、まあ30年近くなるということですから、やっぱりそれはすごくやっぱり自分でそれをね、体験した、あまあおかげというか、体験したからこそ、そうなったと、いうことが言えると思うので、まあやはりその実際に被害に遭われた方なんかはね、やっぱりそれをきっかけに大きくその自分の人生をですね、まあなんか見直すというか、あ考え直すという、そういうきっかけにしていただけるといいなというふうに思ったりしています。はい。 ということで、まあ、あの、今日は月曜日なのでね、えー、月曜日恒例の今週の数日波乗りウィークリーメッセージをお伝えしていきたいと思います。今週の、まあ、波乗りウィークリーポイントはですね、他のコミュニティを探してみる、なんですね。えー、まあ、要は、こう、大きくね、今変化してるんですけども、その中でですね、そのコミュニティっていう形をちょっとこう、見直してみましょうっていうのは、 これはね、実は、まあ、今月だけの話じゃなくてね、まあ、今年の後半から来年に向けて非常に大きなテーマになってくるわけですね。えー、そのために最初にちょっとこう、アンテナ立てましょう、みたいな感じが、まあ、今月のテーマだというふうに覚えておいていただけるといいかなと思うんですね。今自分がコミュニ、えー、所属しているコミュニティが確認できたら、ね、それ先週のテーマでした。はい、確認できたら、次はそれ以外にどんなコミュニティがあるのかを調べてみましょう。もちろん、 あなたの興味のあるもの、好きなもの、ワクワクするものの中から、あなた自身にそれほど強い、強く関心が惹かれるものがない場合は、えー、あなたの大切な人、パートナーや親友が所属していたり、興味があるコミュニティを教えてもらうのも良いでしょう。はい。ね。まあ、いわゆる、うー、コミュニティ、代表的なコミュニティ3つあるんですけども、いわゆる遅延、血延ですよね。 はい。あの、要は住んでる場所のコミュニティ。まあ、お隣さんというかご近所さんですよね。で、血縁は、まあ、家族ですよね。血のつながっている家族ということになると思うんですけども。えー、もう一つはですね、えー、今だと禁縁なんですよね。禁縁ってあの、タバコ吸わないっていう話じゃなくて、お金の縁ですね。えー、お金の縁っていうのは、まあ、今で言うと分かりやすく言うと、会社、えー、お仕事行ってる方は、やっぱりそこのご縁はすごい強いですよね。 結局、お仕事をしてお金をいただくっていう、そのお金で繋がってる、まあ、これがすごく大きな、ああ、なって言うんですかね。あの、まあ、モチベーションというか、だと思うので、まあ、いわゆるその会社の中の関係性みたいな、まあ、コミュニティですね。会社ってもう完全にコミュニティですからね。ですから、その3つ、ね、遅延、欠延、禁延という、この3つのコミュニティが、まあ、 基本、えー、その人の人間関係を作ってるんですけども、これをですね、もう一回ちょっと見直してみましょうっていうのが、まあ今週のテーマ。先週からの引き続きでの今週のテーマ。そして他のコミュニティを探してみましょう。できればそのコミュニティがどんなところなのか、どんな人が集まっているのかを実際に体験してみましょう。食わず嫌いは卒業して、レッツトライ。これからは間違いなく新しいコミュニティの時代です。 どのコミュニティに属するのかで未来の行き先は大きく変わってしまいます。行動のポイントはやはり内側。そのコミュニティに属している人々の意識が鍵を握ります。そこを見極めるためにはあなた自身の内側、内面的な意識の状態が整っていることが必須条件になることをお忘れなくということなんですけども。 まあ今週の波乗りワンポイント新しいコミュニティを体験してみるということなんですけどもね。えー、まあコミュニティということで言えばですね、私はあの2022年、まあ、去年の1月から、えー、月の会というコミュニティを主催してるんですけども、ね、 まあ、お水でつながるということをテーマにですね、ええー、まあ、月の雫というお水をお飲んでいただく仲間みたいな感じですね。で、そのい、いわゆる、実際の、まあ、お水と、プラス、その、はずき、こういうのを提供するコンテンツ。まあ、だからさっきの話で言えば、意識の部分なんですけども、その意識の部分のコミュニティを作っていく。それを、こう、リアルなものと、こう、合体させたい状態でね、 え、進めてるもう一年半ぐらいになるんですけども。まあ、あの、まあ、はずき声もそのコミュニティっていうのを実際に、えー、まあ、運営してるっていうか主催してるんですけども。まあ、あの、皆さんもですね、えっ、ー、と、さっき言った三つのそのコ,コミュニティですね。遅延、欠延、禁延以外に属してるコミュニティはきっとあると思うんですよ。えー、まあ、趣味の仲間とかね、えー、わかんないその、よく行く飲み屋さんのメンバー。 ねなんかのいいメンバーとか。ああ、まあ女子だったら、あの、まあ、ママ友の会とかね、えー、なんかそう趣味の会とかうん、そういうのがあるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあやっぱりその、そのコミュニティがこれからやっぱりキーを握ってくるんですね。で、今まではその、さっき言ったこの3つにこうすごい限られちゃってたんですよね。 で、それが、まあ、そうじゃないといけないと皆さん思い込んでるんですけど、そうじゃ、そのコミュニティにずっと属し続けなければいけないというふうに皆さん思い込んでるかもしれないけど、そうじゃないですよっていうことを、まあ、僕はこう、提唱してるんですよね。だから、その中で、えー、もちろんその、何ですかね、今属してるその3つね、さっき言ったこの3つが、 あの、心地いいんだったら、そこで自分がすごく自分らしく輝いてるんだったら、それでいいんですよ。別にあの、無理に変えなさいっていう話じゃないですからね。ただ、そこで、えー、こうじゃないといけないよっていうことで、なんかこう自分が散りこまってたりとかですね、なんかこう、生きづらいなというふうに思ってるんだったら、別のコミュニティに属するっていうこともありますよと。で、コミュニティっていう言葉を使うとですね、どうしてもその、なんとなくこう、イメージがあんまり良くないっていうか、宗教っぽくな,なっちゃう。 まあ、その宗教ももちろんコミュニティの一つですからね。ええー、まあ会社ももちろんそうですし、まああとそうですね。ああ、そうそう、ネットワークビジネスなんかもね、されてる方も、もうそれも完全に、まあ会社に所属してるのと同じようなもんですから、まあコミュニティですよね。 だから、いろんなコミュニティがあるんですけども、その中で、まあ自分がより自分らしくいれる、そういう場所を作りましょう。そういう場所は今のコミュニティだけじゃないですよ、と選ぶことができるんですよ、ということをですね、えー、まあ私はあ皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですね。で、そこでですね、まあ実は大事なことがありまして、どんなコミュニティに属そうがですね、ここが肝ですよというところがあるんですよ。どうでしょうわかりますか皆さん、コミュニティの原点って何でしょう 何だと思いますかさあやっぱり家族でしょうって思いますよね思う、今思いませんかねうん。もちろん家族なんですけども、その家族の原点は何ですかっていうと、親子ではないんですよね。親子の前に、今の、まあ、地球の仕組みっていうか人間の仕組みで言うと、親子の前にあるでしょうっていう。ね、あるでしょ親子の前に。夫婦なんですよ。まあ、夫婦っていうかパートナーシップですよね。パートナー。 ここがやっぱりコミュニティの原点なんですよ。だから、うん、今僕は、あの、新しいコミュニティを探しましょう。新しいコミュニティをね、ちょっと体験してみましょうっていうのはすごくいい,いんですよ。あの、すごいおすすめしたいし、例えばその月の回で、はずきさんがどんな活動をしてんのかな、どんなことをやってるのかなと、まあ、ちょっと体験してみたいなっていう方はもちろんね、あの、所属していただいて、体験していただいたらいいと思うんですよ。まあ、大体どんな人が集まってんのっていうのが、皆さんのキットで、きっとね、 あの、関心事だと思うんで、それは本当にそういう、まあ、なかなかねこ、あの、僕自体も今、ほとんどその、まあ、リアルで、あの、お目にかかれるのは、その月の会の会員の方々がほとんどなので、そこでやっぱりこう、 いろんな交流が当然あるわけです。生まれるわけです。すんごい仲良くなって、ね、あちこちこう旅することもあるし、まあもちろんその、そこが縁でパートナーシップを結んでる方もいらっしゃるしね。まあいろんな方いらっしゃるんだけども、まあそれを体験してもらうのはすごい大事なんですけども、実はその前にですね、えー、コミュニティの原点っていうのはどこだっていう話で、それはですね、今も言ったみたいにパートナーシップなんですよ。 いわゆる、まあ、夫婦という形であろうが、まあ、恋人っていう形であろうが、まあ、いわゆる、まあ、パートナーですね、えー。基本これはもう男女のパートナー。もちろん男性同士、女性同士っていう形も,ももちろんありますけども、まあ、このパートナーシップっていうのがですね、もう最小限の、いわゆる、最小単位のコミュニティであり、そこがコミュニティの原点であり、そこがコミュニティの基本なんですよ。大元なんですよ。 で、ここがですね、実はね、うまくいってないと、うーん、どこのコミュニティに属しても、あんまりうまくいかないよねって感じなんですね。いわゆる人間関係の大元と原因はそこにあるって感じ。ですから、まあ僕今こういうふうにね、書いてたんですけども、あの、もちろんその外へ探しに行くのもいいんですよ。外へ探しに行くことによって、またうちが見ることができますからね。あの、 やっていけばいいんですけども、でも、最終最後はその核はそこなんですよ。いわゆるパートナーシップ。ね、えー、夫婦の関係、えー、パートナーとの関係性になるわけです。ここがもうコミュニティの原点ですから、ここがうまくいってないと、まあ、基本どこのコミュニティ行ってもやっぱりうまくはいかない。これもう人間関係のもう原点というか、もう本当にルールっていうか、鉄則なんですよね。だから、 やっぱりそこをきちんと、まあ向き合うというか、見つめるというか、うん、しないと、やっぱりなかなかどのコミュニティ行ってもうまくはね、っていう。要は表面的にはうまくできるんですけども、やっぱりこれからの時代ね、大きく世の中の仕組みが変わってくる時に、やっぱりこう、本当に一番近くにいる人との関係性っていうのがどうしてもクローズアップされてきますから、 その部分をですね、ないがしろにするわけにいかない。その部分をすっ飛ばすわけにいかないんですよ、と。そこがやっぱりこう、がっちりこう、コミュニティが、ああね、そのい、いわゆるコミュニケーションがっていうか、その、二人の間のそのコミットメントがしっかりできてたら、どのコミュニティ行ってもうまくいきますよ、と。 いうことなんですよね。これはもうぜひぜひ覚えておいていただきたい。まあこれからね、えー、今年後半から来年にかけてのこのコミュニティっていうのはまたすんごい大きなテーマなんで、まあ俺に触れてね、いろんな形でお伝えしていきたいと思いますけども、まあ、今いるコミュニティに、えー、いわゆるこだわらなくてもいいよっていうことを一つ覚えておいてほしいのと、コミュニティの原点っていうのは実はパートナーシップにあるんだよと。そこが一番大事なところで、そこときちんといわゆるコミュニケーションが取れてない。 コミットメントいわゆる覚悟がお,お二人の覚悟が同じ方向を向いてるっていうその覚悟ができてないとなかなかうまくいかないよこれはすごく大きなこれからのテーマになるんで是非是非覚えておいていただければと思います、はい。ということで今日はこれで終わりたいと思います参考にしていただければ幸いです。それではまた